ベルギーブリュッセル中心部でのドライブインシアター空気を入れて膨らませると100フィート幅になるスクリーンを用いて仮設のドライブインシアターを市街地に設けることができる上映中のドライブインシアタードライブインシアターは巨大な駐車場にスクリーンを配置し車に乗ったまま映画が鑑賞できる映画上映施設である DT とも略される 駐車場に巨大なスクリーンが設置されており、観客の乗った自動車は駐車場内の白線に、止まりスクリーンに上映される映画を鑑賞する。音声は自動車内にあるラジオで受信する方法のほか、駐車場にあるポールから音声を弾く場合もある。1933年にアメリカのニュージャージー州カムデンで開業した最初のドライブインシアタードライブインシアターは、 アメリカ合衆国のニュージャージー州カムデンで代々科学工場を経営するリチャード・ホリングス・ヘッド・ジュニアが発明した。1932年、ホリングス・ヘッドは自宅の車道で映画の野外上映のテストを行った。裏庭の木にスクリーンを釘打ちし、1928年型、コダック製鋭車機を自動車のフードに乗せ、スクリーンの後ろに無線機を置いて、 自分の乗った車の窓を上げ下げしながら音量を確かめた。また彼は車道に敷かれたブロックを使い、どの車からもスクリーンがはっきり見えるための注射区画の大きさと配置を確認した。試験を重ねた。彼は1932年8月6日に特許出願を行い、1933年5月16日に特許が与えられた。 シドニーのドライブインシアター1933年6月6日、ホリングスヘッドの経営するドライブインシアターがニュージャージー州カムデン郡のペンソー県のアドミラル・ウィルソン通りで開業した。彼はこの時、どんなに子供が騒がしくても気にせず家族みんなでお越しいただけますと宣伝している。この劇場はわずか3年間で閉館したが、1934年以後、 全米の他の州や都市でドライブインシアターが次々と開業した。上映中のドライブインシアター、ドイツドライブインシアターがこの時期アメリカの家庭で人気を博した理由には安心して家族全員で映画を見に行くことができるということがある。自動車の中なら普通の劇場と違い子供が騒いでも他の観客を気にする必要がなく、 また騒がしい子供を家で留守番させる心配も、そのためにベビーシッターを雇う必要もないという利点があった。夕方から家族揃って自動車で出かけ、ドライブインで映画を見ることは当時の最も現代的な娯楽であり、第二次世界大戦前には全米で100ほどにまで劇場数は増加した。対戦が終わると機関兵とその家族を当て込んだ。 ドライブインシアターの建設ブームが巻き起こり、1947年に155、缶だった。ドライブインシアターは1951年に4151、缶にまで激増した。ドライブインシアターは1950年代末から1960年代初頭に、ブームのピークを迎え、農村部を中心に、全米で4000以上のドライブインシアターがあった。ドライブインシアターは、 劇場建築とは違い、メンテナンスにかかる費用が低いというのも、ドライブインシアターが広まった要因であった。乳幼児連れの家族のみならず自動車に乗れる、ティーンエイジャーもデートに利用した。一方で、夜間のドライブインシアターでは、各社内は完全な密室であり、インモラルなことを行う空間と化しているという、戦場的な報道もあった。 ビートルズのポール・マッカートニーも1964年のアメリカツアージにエルビス・プレスリーのアカプルコの海を見たと帰国後のレデースタデー号で発言しているバージニア州レキシントンのドライブインシアター車の止まる場所にはスピーカーがついたボールがありこのスピーカーを車にかけて音声を聞くドライブインシアターの上映時間は 野外が暗くなる夕方以降に限定されているため、一般の劇場と比べ収入が少ない欠点があり、この不利を打開するため駐車場全体にテントを張る、ところもあったが解決には結びつかなかった。また、上映環境の改善も図られた。冬の駐車場は寒く、客足が伸びないため、プロパンヒーターなど、暖房機の貸し出しを行ったり、中には、 各区画に配管を行い観客の車に、冷気や暖気を送り込めるようにした劇場もあったが、こうした配管が、ネズミの巣となり、車内に、ネズミが侵入する場合もあった。音響も改善が図られた。当初は、トラックの上にスピーカーを置いていたが、スピーカーの近くでは、音声がうるさく、遠くでは、音声が聞こえない欠点があったため、各区画に小さいスピーカーを設置し、 車の側面にスピーカーを取り付けられるようにするところが現れた。しかしこのスピーカーは音質に問題があり、ステレオ音声は再生できなかった。自動車にカーステレオが標準装備されるようになって以降、劇場内で特定の周波数の電波を発信し、カーステレオが受信して音を再生するという方法が取られるようになった。観客を呼ぶために、 動物園を設けたり、上映している映画の出演俳優を呼んだり、歌手やバンドを呼んで、上映前に演奏させたりする、ドライブインもあり、中には、日曜日の朝と夕方に、自動車に乗ったままでの礼拝を行うところもあった。車社会の到来が、アメリカが衆国に比べて遅れた西ヨーロッパでは、1950年代末頃から1960年代初頭に、 かけて徐々にドライブインシアターが現れ、1960年代に普及していった。オクラホマ州サプルパのルート66 6沿いにあったドライブインシアターの跡地1970年代以降、ドライブインを見る世間の目は厳しくなり、車のトランクに入って駐車場に入りただ見する観客のことや家族連れの多くない時間に、 ポルの映画を上映する劇場などが問題視された。幅広い客が来る。ドライブインシアターは全年齢向けの映画しか上映できず、ポルの上映はこれに違反していた。フロリダ州ジャクソンビルのように、ドライブインシアターでヌードシーニを含む映画を上映することを禁止する、条例を制定した街もあった。もっとも、アメリカ合衆国最高裁判所で争われた。 エルズノズニック対ジャクソンビル氏事件では、ヌードシーンの有無のみで、映画上映の可否を判定するジャクソンビル氏の条例は、表現内容に基づく規制であり、条例は違憲なため無効であるという結論になった。地下の上昇は、広い土地を必要とする一方、夜しか営業できず、大雨では上映中止となり、冬の観客も少ない、ドライブイン経営には打撃になった。 サマータイム導入が全米の各州に広がったことも暗くなる時間が遅くなったためドライブインには不利になった。また家庭でのカラーテレビやビデオテープレコーダーの普及、レンタルビデオの登場で家族全員で映画を見る際のプライバシーの問題も解決されドライブインシアターの需要は低下した。こうして徐々にシアターの数は減り、アメリカでは 産地や離島など偏僻な土地で残っている他は映画を楽しむというより昔を懐かしむための施設となった傾向が強い。2000年代半ばの原油価格の上昇、経済の悪化、2010年代の自動車移動の減少と人口の郊外や地方からの流出、上映方式のフィルムからデジタル方式への転換のための投資負担などドライブインシアターには 逆風が吹き続け、シアター数は減少し続けた。2013年には、アメリカの全スクリーン数のうちドライブインシアターは389館とわずか1.5%を占めるにとどまり、ほとんどは南部と西海岸に集中していた。2014年3月の時点では営業中のドライブインシアター数は348巻であった。シアターの跡地は、 全米各地に残るが、商品を望みする、倉庫代わりになっているものもあれば、フリーマーケット用会場になっているものもある。他方、アメリカなどで、プロジェクターや、ラジオトランスミッターを用いて、手作りで、ドライブインシアターを作り、ネットなどを通じて集まった観客に映画を見せるなどの、活動が行われている。ヨーロッパでは、祭りなどの際に、臨時のドライブインシアターが、 市街地に立つことがある2020年のコロナ禍でドイツに仮設された臨時ドライブインシアター大型 LED 画面によるビデオオールを使用している2020年新型コロナウイルスの感染が拡大し各国で不特定多数の客が集まる映画館の上映制限や外出禁止令が出されると他社と接触せずとも干渉ができる ドライブインシアターが注目されるようになった。イランでは、エブラヒム・ハタミキアの新作映画、エクソダスが、イスラム革命後発となるドライブイン方式で封切りを行った。アメリカでは、州によって、ドライブインシアターの営業も禁じる州と、ドライブインシアターだけは営業継続を認める州とがあり、現存するドライブインシアターの中には、この時期に、 例年の2倍以上の盛況を博しているところもある。ドライブインシアター側も特別に無料上映を実施しつつ、飲食で利益を回収しつつ、将来のドライブインシアター利用者像に結び付けようというところや、従業員の仕事の継続と精神的安定、住民の緊張緩和のために営業を続けていこうとする意向を持つところがある。またドライブインシアターを 営業停止の対象から外そうという州政府も出ている。トロールズ・ミュージック・パワーのように、この時期の劇場公開が不可能になった映画が、ドライブインシアターでの風切り上演を行った例も、ある。いくつかのドライブインシアターが現存するドイツでも、公園や駐車場を利用しての、臨時ドライブインシアターが2020年4月以降、全土で多数開業しているほか、 既存ドライブインシアターを使ってのドライブインレーブパーティーも開催され、車に乗ったままの参加者がクラクションを鳴らして熱狂するなどしている。大都市近郊などに20巻ほどのドライブインシアターが現存する韓国でも各地の自治体主導で住民の緊張緩和や住民が安全な環境で文化を享受できるようにするといった目的のために、 無料の臨時ドライブインシアターを開業させている。1962年11月、東京都砂川町に日本初のドライブインシアターが開業した。1981年、千葉県船橋市の東京米ララポートにドライブインシアターが設置された。その後、車社会の普及とともに全国に20カ所以上存在し、1990年頃にピークを迎える。 しかし、シネマコンプレックスの普及、夕方以降しか上映できないという物理的な制限、気象条件に左右される点や、アイドリングストップの推進などから衰退していった。2007年11月以降、神奈川県大磯町の一箇所のみとなっている状況であったが、2010年10月11日をもって営業を終了し、これによって、 国内のドライブインシアターは一旦すべて閉鎖となった。前述のララポートからは1986年7月3日に TBS 経過番組ザ・ベスト10の第8位に小木の目洋子がランクインした際に中継が行われ当時の様子を見ることができる。2018年10月復興支援団体のろし西原が熊本地震からの復興支援の一環で シアター例をオープン。現時点で、日本で現存する唯一の常設ドライブインシアターとなる。日本では、1961年に、神奈川県小田原市にあるトヨペット、小田原サービスセンター内に、ドライブイン野外劇場という名称で、試験的に設置したことがあった。2005年には、日産自動車が乗用車ティアナ反則のため、同車を30台設置し、 ドライブインシアターを再現したことがあった。さらに、2014年10月には、ドゥイットシアターにより、ドライブインシアター浜松と題し、静岡県浜松市で3日間限定のイベントが開催された。近年の上映スタイルの多様性に伴い、開催地域との連携があるものとなっていた。その後、2015年4月にも、同チームにより、 神奈川県相模原市にて開催し、2020年には、ドライブインシアター2020という企画で、大井ソロングビーチでの開催を発表した。2019年12月より、ドゥイットシアターにより、個人向け完全貸し切り型のプライベート、ドライブインシアターサービス、ドライブインシアターオーナーズクラブが開始されることが、発表された。 2020年11月に横須賀市の長い会の手公園で開催された B シアターこのように一度はドライブインシアターの数が例となった日本でも2020年に新型コロナウイルスの感染が拡大して映画館が閉鎖されると山梨県海市のショッピングモールラザーオーク海の双葉や旭川市のシネマコンプレックスディノスシネマズ旭川のように 使えなくなった劇場の代わりに駐車場を使って仮設ドライブインシアターを実施する例が見られ、盛況を博している。また、各地のショッピングモールや映画館、アウトドアシアタージャパンや戦術のシアターレー、ドゥイットシアターなどの屋外上映集団などによるイベント上映も、この機会に全国で多数実施されることになっている。現存閉館。 ありがとうございます。